こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さん問答を守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。持ってきたけど、うん、ちょっとな。お、貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。え？その、いやー、天空のライアーが！バルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや。天空のライアーを僕に貸したい。わからないけど、天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎、おい逃げるな。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。なあバーバラ、こいつの言うことは気にしないでくれ。え、うん、分かった。とにかくあなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど。お前はバーバラの治療をもっと受けた方がいい。特に頭の方をな。あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの地のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど、バーバラには言えないよな。あなたたちを襲ったのはファデュイ？ひどい。ジン団長はさっき騎士団本部に帰ったよ。なんとか証拠を見つけ出すって。でももし彼らが何の証拠も残していなかったら、騎士団も告発できないかもしれないって。